いけないやつじゃないですか、逆に言えば。これ映しちゃいけないやつ今撮ってる。どうもこんにちは、出ます。出ます。やってきましたね。やってきましたね。どうぞ。あー、いいですよ。あー、ないっすね。眠い。もうだって夜の何時ですかね、12時から出発して7時ぐらいに着いた感じですもんね。今回なんですけども、はい、三重のちょハードオフが8カ所の18店舗あります。おー、今回三重だけでしたら全て回れると思うんですよ。行けますかね。いつもおせおせおせですけど。早速1店舗目行ってみましょう。お、やべえよ、奥が。え、奥やばいですか。奥がやばいよ。どうしたんすか。また綺麗なの出てきた、ほら。あ、すごい箱じゃないですか、スーパーマリオ。これ綺麗じゃね。綺麗ですね。ね、これ見逃しますね、これ。うん、これやばいっすね。これ1100円。1100円。これいいっすね。この綺麗さだったらね、うん、悪くないよね。これかっこいいっすね。これ多分ジャンクに買うんじゃない。これ欲しいっす。やっぱ、ね、これいいね。これなんすか。これなんだっけ。なんか見覚えはあるけどもう忘れちゃったね。レーザーコマンダーですか。へえ。何だったっけかな、ね、初めて見ましょう。これ、シューティング系ですかね。そういうこと。俺メガドライブってあんまりやった時なかったんですけど。ああ、これあれですか、 CD もついてるバージョンってなんか別のやつでしょ。でもなんか一緒に入ってるんですよね、うん、セットっていうのは。あ、ありがとう。これすごくないですか。すごくないですか。いや、これ優しいですね。優しいね、本当に。すげえ時間かかりそう。いや、まだ、いまだにやった時ないんですよね。おー、すごいですね。そうですね。いい感じだよね。いい感じも。おー、なんかこういう並び方すげえワクワクしますね、なんか。てかね、すごい今見つけたのが、これちょっと安いんですよね。お気持ちいいですけども、これ大体9800円ぐらいだった気がするんですよね。込めならないよね。見逃しちゃいそう。見逃しそうですね。もうぎっしり入ってますね。すごいな。いや、綺麗ですね。これってさ、110円ってどうなの。安いっすよね。ね、110円の方が安いよね、うん、あと、びっくりしたのがこれ全部セット2200円って初めて見たんですけど。安いっすよね、これやっぱり。これ安いよね、うん、島でこれはちょっと買いだよね。ちょっと待ってください、うん、直近。あ、これ出た日にちなんで。あー、あと、もう入ってる。コントローラー両方ついてるし、うん。ただこのディスクの蓋に挟まれてどれくらい挟まってるんですかね。あー、そういうの。セロハンテープで止めないとディスクパカッて開いちゃうとか。あー、そういうの。それだったらちょっと、ちょっと怖いね。ちょっと、ね、うーんと思ってるね。それ、かっこいいね。プレイステーション2の眼光なんだ。ちょっと、エアガンみたいですよね。ね、ほんとかっこいい。で、今ちょっと裏面見てびっくりしたんですけど、うん、なんか足もあるらしいですね。
これあれじゃない？ゲーセンのあれ、ゲーセンのあれ、あれじゃない？あれ本当あれですよね。なんか踏んでる時ちょっとタイムクラシスだっけ、なんかああいう感じのやつ、ね。2000円だったら買ったかもしれない。あ、分かる分かる。ちょっとね、4000円ちょっと。ちょっとね。白いプレステーション2もなかなか珍しいような気がしなかった。あ、確かに珍しいよね、白いプレステーション2は。PSP ですか？え？これ。あ、そうだね。あれ、1100円安くないですか？そうですね。どうも。ちょっとソニーのプレステーションマークみたいなのついてますね。確かにこれ安いね。マップで負けないからちょっと動作チェックしてます。そうですね。PSP？ あ、なんか違う。8GB。8GB。あ、これは PSP だ。PSP？ あ、これ今電源つけてみました。何ですか、ね、これストリートファイターですかね。あれなんか、え、バトムじゃないじゃないですか。これなんかいけないやつじゃないですか。逆に言えばこれ映しちゃいけないやつで今撮ってる。え、待ってください。ファミコンでしょ、教えるか。え、あ、なんかすげえパーすごいね。これ買おうかな。これいいね。セガだってこれ多分映しちゃいけないやつ。